はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、久々の家動画となっておりまして、今回ね、家で食べていく食材なんですけれども、先日事務所の方にね、メイン屋唐辛子さんというお店からご連絡がありまして、ぜひね、あのオンラインショップで販売しているつけ麺のメニューをね、食べてほしいと連絡があったんですけれども、実はこのお店以前からね、僕のコメント欄等にも、あの宮城、仙台の方にお住まいの方からね、メイン屋唐辛子さん食べてください、メイン屋唐辛子さん食べてくださいってもう何件もコメントがあって、ずっと気になってたお店でして、ということで本日はこちら麺屋唐辛子さんのつけ麺をね、大量に食べていこうと思っておりますので、早速ね、調理に移ります。そしたらひとまずね、今回送っていただいたこちらのつけ麺の中身を見ていきましょう。こちらが今回いただいた3食入りのね、つけ麺のセットなんですけれども、麺が3玉に、つけ汁がこちら3種類あるんですけれども、まずこの白がエビと、で黒のカツオに赤のカラウマと、基本はね、このつけ麺3種がセットとなっておりまして、今回はね、この3種のつけ麺と3玉だけではなくて、もう1セットこちらにございますので、合計ね、6玉食べていこうと思います。ということで、早速ね、作っていこうと思うんですが、まずはじめにこちらのね、3種のつけ汁を温めていこうと思います。よいしょ。うん、あちゃーっと、おい、んでた。そのうちにこの麺を茹でていきましょう。ずーいっと、ずーいっと、でい、んでい、熱い、へい、えいっと、イエーし。で、10分弱と。じゃあ、この間にネギ切っちゃいましょう、ネギ。やばい、麺入れるの早すぎた。全然準備してなかった。というのも、昨日なんですけど、これね、低温で、このチャーシュー2種、仕込んでおきましたので、これもね、トッピングに切っていきます。はい、はいはいはい。そしたらこれね、麺を揚げていきます。おい、一旦これ水で締めましょうか。でね、今回は許していただきたいんですけど、これね、器ちょっとさすがに同じつけ丼がなくてですね、もうね、全部バラバラなんですよ。ここはね、ちょっと皆さん許してください。申し訳ない。先につけ汁を出してしまうと冷めちゃうんで、麺線をね、整えていきましょう。こんな感じと、で、最後にずっと、はい、とりあえず、麺丼はこんな感じを二丼ですね。漬け汁もかけていきやしょう。まず一種類目、こちら白でございます。はい、白、おいしょ。あ、漬け汁もしっかり多いな。二種類目はこちらの黒でございます。うわー、ドロドロ、うまそう。そして最後にこちら赤、辛うまでございます。おい、たらこちら漬け汁3種と麺丼の方に作ったチャーシューを乗っけていきましょう。で、これ先ほど仕込んだんで、まだね、全然染みてはないんですけど、味玉ちゃんを、ということで、こんな感じでね、すべて完成いたしましたので、向こうの部屋でね、早速食べていこうと思います。はい、ということで、ただいまね、こんな感じで全て仕上がりました。いやーね、めっちゃうまそうなのよ。漬け汁がね、冷めちゃうといけないので、早速食べていこうと思います。それでは、いただきます。まずは麺かな。麺だけで食べたいけど、麺はね、こんな感じでございますね。ちょっといただきます。かなりね、食感がもちもちしてますね、この麺。
したらちょっと早速ではございますが、まずはねこちらの白エビの方からいただきます。いただきます。うん、うまっ。うん、エビの風味めっちゃ強いなこれ。またこの魚介系、まあ、煮干し系とかの香りもしっかりするんで、香りがねすっごいいいですね。うん、うまっ。ちょっとこれ自家製で作ったさチャーシューも食べていいですかね。こうももの方はねこんな感じでございます。やわらかい。10時間低温でね調理したんですけど、うまい。めっちゃやわらかい。次これバラ肉いっていい。これバラ肉でございます。うまっ。やっぱ低温チャーシューってうめえな。でこれね見てもらうと分かると思うんですけど、つけ麺屋さんのつけ麺とかの麺に比べると短めになってるんですよね。やっぱりこう長いとね女性の方とかすすりきれないみたいな結構聞くんですけど、これだったらねかなり食べやすいと思います。うん。で今回僕はねこういったチャーシューとか作ったんですけど、つけ汁の方にはねもうこんな感じで結構ゴロゴロとしたチャーシューとかこういったメンマとかしっかり具材も入ってるんで、特別トッピングをね買ったり作ったりしなくてもこのワンセットだけでねしっかり楽しめると思います。うん。そしたらちょっと続いてねこちらの漬け汁、こちらがね真っ黒カツオでございますね。よいしょ。こんな感じね、カツオドボッと。いやいや、うん、あ、こっちもうまっ。カツオがね、ぶわって飛んでくる。これ、足りないかもな、マジで。ちょっとこれ自分で作ったやつなんでね別に紹介するものではないんですけど、味玉っすね。やっぱり味が染みてない。ちょっとカラウマの赤行く前に行っちゃっていいですかねこの子。それでは皆さん乾杯。やっぱりつけ麺だと濃いめなんでね、ビールめっちゃうめえわ。めっちゃうめえ。そしたらそろそろこれ3種のね最後でございます。よいしょ。うまからといただきます。これ色味に反してしっかり辛みがありますね。だし感もしっかりしてるわ。ひとまずねこちらの一皿完食でございます。そしたらこちらの二皿目ですね。というか濃厚系なのにこんな食べても飽きないわ。
もちろんね、今回は漬け汁を3種用意したっていうのもあるんですけど、濃厚系のこういった漬け汁って甘みがね強いの結構多いと思うんですけど、かなりね甘みは控えめだからね、こんだけ食べても全然こう飽きってのは来ないですね。うん、もうねだいぶ折り返しも突入してきたので、ちょっとね漬け汁の方に味変を加えたいと思います。おすすめはね、刻みニンニクとか刻み生姜が結構いいらしいんですけど、本日はですね、購入をしに行ったら浅すぎてまだ商品が入ってなかったので、すりニンニクとねすり生姜で味変していきます。まずはエビにニンニクと、うん、一気にパンチ強っ、うん、思ってる以上にエビのね香りが強かったんで、またニンニクみたいなこの香りのね強いものを入れると今までのバランスとちょっと変わってくるんで、これはこれでね楽しくて美味しいですね。うん、でもやっぱりここまで食べてくるとだんだんねお腹いっぱいでございます。ということで、今ねこの東橋さんの漬け汁の具材麺に関しては全て完食いたしました。残りはねこれ僕が作ったトッピングだけになりますんで、これはねもうちゃっちゃが食べちゃいましょう。はい、ということで、例えばね、無事すべて完食いたしました。ということで、ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまね、エンディングは別の日に撮っております。というのも、今ね、この目の前にあります、こちらのラーメンなんですけど、豚そばというメニューでして、動画内ではね、いただいたつけ麺の他にも、こちらね、二郎系のラーメンなんかも、7月の7日から、まあ、限定発売をするらしいんですよね。先日はね、まあ、つけ麺でお腹いっぱいになっちゃったので、まあ、こちらのね、ラーメンは改めていただこうと、ただいまね、エンディングを撮っているんですが、つけ麺もラーメンもそうなんですけれども、こちらの富樫さんは 100% 自家製麺を使用しておりまして、スープとかね、つけ汁がうまいのはもちろんなんですけれども、麺もねめちゃめちゃうまいんですよ。ぜひね気になる方は概要欄に販売ページの方を記載しておきますので、宮城の有名店麺屋富樫さんのメニューをご自宅の方で楽しんでみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。